ソウル大公園内にある国立現代美術館香川館特殊宮石像殿西立ソウル館の内部国立現代美術館は大韓民国景気道香川市のソウル大公園及びソウル市内の慶福宮東側と特殊宮にある現代美術の美術館である1969年にソウルの慶福区内で開館し1986年にソウル大公園に移転 文館として1998年に特殊宮美術館を開館。2013年11月13日にはソウル都心の京福宮近くに国立現代美術館ソウル館を開館させた。さらに2018年12月27日に中西北道清州市に国立現代美術館清州館を開館した。ソウル館のオープンにより、 国立現代美術館は参観の役割分担を明確にしている。また、英文名称も従来のナショナルミュージアム・オブ・コンテンポラリー・アート、コリアにモダンが加わり、略称はマカとなった。国立現代美術館ソウル館三聖堂、ソウル北部の観光スポット韓国旅行、コネストハット AB 伝統と現代の共存、国立現代美術館ソウル館が openkorea.net 2013年10月23日ありがとうございます。